エビリンチャンネル。そしてまだあります。春の肌トラブルの原因その4、ストレス。いやまあストレスっていつだってあるじゃん思うかもしれないんですけれども、春は皆さんのストレスというのが非常に大きくなりがちです。例えば就職をしました、進学をしました、進級をしましたということで、やっぱり生活環境が変わる。たとえじゃあ私は家にいる主婦ですよということであっても、例えば旦那様が転勤するとか、お子さんが進級進学するとなれば、やはり生活が変わります。人間っていうのは毎日毎日同じことをやっていると意外とストレスを感じないんですけれども、変化が起こるとストレスっていうものを感じるようになっています。それは肉体的なものであったり精神的なものであったり、両方ストレスを感じます。そしてこのストレスというものを感じると、お肌の中にあるランゲルハンス細胞というもののどうやら量が減るようだというような研究結果があります。ランゲルハンス細胞というのが適切な配分化されているとお肌を守ってくれるような働きがあるため、ストレスによってランゲルハンス細胞が減ってしまうと、やはり肌の状態がよろしくなくなってしまうということが言えます。このため皆さん春はストレスを感じやすい時期ですので、ご自身で意識して規則正しい生活をしていただくと良いと思います。ということで、ここまで1,2,3,4ということで4つの春の肌トラブルの原因を皆さんにお伝えしてきました。なかなかこれ防ぐの難しいかもしれないんですけれども、少しでも肌トラブルを減らすために春にしていただきたいなというスキンケア方法をこれからはお話ししたいと思います。最近はですね、アンチポリューションという言葉があります。これは何かというと、有害物質からお肌を守りましょうというような言葉なんですね。まだ皆さんあまりこんな言葉聞いたことないって思われると思うんですけれども、もしかしたら今後化粧品会社の流行語みたいな感じでアンチポリューション成分配合とかね、なってくる可能性もあるので、ちょっと覚えておいていただくといいかもしれないです。有害物質から肌を守るために一番まずやってほしいことは、汚れは洗い流すということですね。もう物理的に落としてしまいましょうということになります。皆さんこの長いコロナ禍のおかげで、割と家に帰ったらすぐ手を洗ったりとか、すごく頑張ってる方だったらお着替えもするとか、シャワーを浴びるっていう方増えたと思います。アンチポリューションという考え方においては、やはり外に行ってついてしまった汚れを落とすということが一番早い、そしてやりやすいことなので、シャワーを浴びて顔だけじゃなくって髪の毛、体全部きれいに洗い流していただく、これが一番手っ取り早く有害物質を体から除去することができると思います。そしてですね、洗顔する時の注意点なんですけれども、洗顔する時にとにかく汚れを落とした方がいいので、いつもの例えばクレンジングというような感覚よりも、まずは汚れとりあえず落とそっかというような予洗いをするといいというふうに言われています。なのでぬるま湯ぐらいでいいと思うんですけれども、まずはぬるま湯でわーっとね汚れを落とす。お風呂で入れるようだったらシャワーとかで頭の先からつま先までまずは汚れを落としてあげるということが大切だと思います。その後は泡で洗っていただけた方がいいと思います。なぜならば春の肌というのはバリア機能が弱っている可能性があるというのを最初にお話しした通り、強くこすったりするとよりお肌が傷んでしまう可能性があるので、優しく泡で汚れを落とす、こちらの方がお肌にとっては優しいと思います。そんな中、タリレリッタリーン PR 急に皆さん、いつもレブミタッチクレンジングソープアワーホームケア LMT、 マジでこれ言えないんですけど、こちらをご愛顧いただきありがとうございます。こちらですね、給湯器 200ml だったのが、こちら今回
250ml に増量し、お値段据え置きでございます。そしてこちらお風呂場とかでお使いの方、私よくやっちゃうんですけど、これちょっとねガタンと倒したりしやすいんですけれども、こちら抜群の安定感でございます。このためお顔がね濡れてたり、ちょっとシャンプーが目に入っちゃって目が開けにくいなという時でも、手探りでも浸かりやすい、そして倒れない、そして四角いので転がっていかない、そんなあなたのお風呂ライフを応援する新たなラブミータッチ新容器、よろしくお願いいたします。以上 PR でした。てん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 、ということで、まず洗うということの大切さをお伝えしたと思います。その次にはやはりバリア機能を整えていただきたいと思います。お肌のバリア機能、冬で傷んでいる可能性があります。もちろん冬もバリア機能が傷まないようなスキンケアをしていただくのが一番なんですけれども、それでも傷んでいる可能性はやはりあります。バリア機能の要は何度も言います、セラミドを中心とした細胞外脂質、そして天然保湿因子、そして皮脂、この3つの3要素を補ってあげることというのがとても大切になります。てん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 、 PR の時間だよ。こちら皆さんが愛してやまないスキンバリアナノミルク、先ほど申し上げたセラミドいっぱい入ってる、天然保湿因子入ってるぞ、だからこれでバリア機能守ってね。そして皆さんに朗報です。たくさんの方にご愛顧いただいているこのスキンバリアナノミルクですが、多分6月ぐらいにですね、スキンバリアナノミルクリッチという新製品が出ます。そちらの細かいことはまた後日紹介いたしますが、このスキンバリアナノミルクも今後も販売いたします。で、どちらが好きかというのは皆様によると思いますので、使ってみてお好きな方をこれからも愛してください。以上 PR でした。てん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 。そしてどんな時にも忘れてはいけないスキンケアといえば、紫外線を防ぐ日焼け止めになります。紫外線というのは皆さんが思っているよりも早く春先には強くなりだしますので、本当は一年中つけててほしいんですけれども、3月以降はいや本当につけてって感じですので、そんなあなたにはてんてんてんリアルな時間です。赤ちゃんでも使える安心安全のシルキー UV ミルク、皆さんにご愛顧いただき、私の地元のふるさと納税にもなっております。これからもよろしくお願いします。てん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 。以上、自作自演 PR を見せてみました。いかがでしたでしょうか。ということで、春は肌トラブル、季節性のものもたくさんありますので、皆さん今日の参考にしていただいて、春のスキンケア頑張ってください。ではさようなら。